はい、皆さんこんにちは、ベストでございます。信長の山の革新の PK ですね、115回目やっていきたいと思います。で、まあ北側からね、あとこっちはまあここの黒人衆を討伐しながらのウォーター城攻めですね。で、こちらの軍勢はもうそのまま勢いに乗って、ここの板島港の方をね、狙ってる最中ですね。で、山口艦は落ちましたので、まあ、そのまま軍備持ってきて下関港の方を、今度は攻めていって、まあ、浜田城を孤立させるっていうのが狙いですね。敵勢もいないんでね。どっちかというと西側の方がね、まあ戦闘の人材はいるんですけど、内戦の人材がちょっと不足してる感じかな。はい、誰？あー、なんかもらえるんだったら、この辺くれるんだったら全然 OK ですけどね。おー、武器防具はやっぱりもらえるね。書物嫌がりますけどね、結構。太田町もだいぶ近づいた。ああ、来た来た来た。かしこまりました。やっぱりな、溶けちゃったらそうなるかなって一瞬思ったんですけどね。あの、要するに目標の舞台がね。承知承知。はは、ああ、もういいか。一旦ちょっと引きましょう。退却。退却。退却。で、ここの物証。お任せください。あ、5月入ったね。東洋東洋。欲しい人材じゃないから。これ28日だとね、遠いから月替わりしてね、心変わりするかもしれないんでね。本当はまあここに柴田町に来させてからの方が良かったんですけどね。なさせね。どうにもなんか、あー、竜造寺さん、これどこにいるんだ。葛畑町か。まあ相性はあまりよろしくないね。
ね、本当はここと、ここの損入れ替えたいんですけどね、まあ、時間かかるから、もうやめときましょうか。また気が向いたら、やることにさせてもらいましょう。まあ、惰性で進めましょうか。張り付きましたね。こっちはもう戻れそうだから、これはね、身の代金いただきましょう。お金が減ってるんでね。蹴散らせ！やってくれたろ！よし、これで全員がお多乗行きになりましたね。あれ？はい。かしこまりました。漏れてるのが何人かいる。承知しました。取り残らず踏み潰せ。我に続け。の方が心配やな。崩れそうやね。突破しました。小野くんが良い。どうだっか。うりゃ。小坂さんやばいね。お味方
入しました。武力だけでは乱世の世は収めきれぬ。今こそ新しい幕府を開き、我が織田家の意向を世に知らしめるべきかもしれんということですね。あ、いきなり幕府なんだあ、これでもうんいいでしょうね。うん、はい、ということで、幕府になっちゃいましたって言ったらね、悪い言うことだけどね。お前知るがよい。くれよったな。大阪さんかな。意外と辛抱強いね。輸送かけたいな、こうなってくると。あとは東洋、剣道さんいけんのかギリギリやけどね、26日やったら。あ、一丸さん捕らえてるやん、いつの間にか。高橋さん欲しいね。ショーンさんのことでしょうね、これ多分。Thank you.
ち漏らせないぞ。おののくがよい。落ちるか。あ、落ちた。敵将捕らえたり。そしたらね、清正さんの部隊と。はっ。かしこまりました。ははっ。ここにサネモさんいるの。あ、これ。ああ、これか。退却。退却。まあね、調子乗ってこっち行ってもいいんだけどね。引け。引くぞ。あとはこっちですね、心配なのは。退却。大丈夫かな。おりゃー。あれ、気合を入れよ。我が計略お見通しを。あ、そっか、秋、夏になったんでね、どこだっけ。なんか農村潰したいな言ってた場所があったんだけど思い出せない。あ、そうだ、まずここを潰そうと思ってたんだね。はい。で金銭が欲しいから武家町ですね。これちょうだい。おっと。あ、そっか。はい、じゃあ捕虜交換ということで。
なるほどね、そういう風に持ってきたか。だね。尾崎家臣か。そうそうそう。ね、政治が60やったら完璧やったんやけどね。まあまあ。はい、ではね、7月になりましたんで、ここでちょっと、今回はお別れさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もうほぼほぼこれであと黒瀬城だけになりましたんでね、四国統一は目の前でございますね。で、こちらももうそのまま、軍備したらすぐに行っちゃいましょう。持ってきたんでね。で、ここに、ここを孤立させればね、最後、龍造寺さんは下ると思いますので、で、信長さんはここで、アクションかけれるかだね、あとは。おぉ、いけるんだ。とりあえず、投与仕掛けていきたいところですね。まあ、なんせここの2つに集約してきてるんで、でも米沢にも3万。わあ、びっくりした。山形は4000か。で、坂田港も結構いるんでね、ちょっと上の兵力をうまいこと引っ張ってきてるからね。まあ、でも突破口はね、ここの二本松城を抑えればだいぶ楽になるんで、こっちの東側はほぼほぼ無防備状態ですからね。まあ、上杉さんの息の根を止めるとこっちのね、今度は九州上陸になるんですけどね。まあ佐伯港の方が行きやすいっちゃ行きやすいのか。まあとりあえずそうですね、四国統一を目指して頑張っていきたいと思います。では、ありがとうございました。それではさよなら。